どうも、たくあんボーイです。こんにちは。本日は6日目でございます。早速やっていきたいと思います。まずはこちら、無印の化粧水、これをまずは肌につけていきます。です。続きまして、無印良品になります。こちら乳液でございます。続きまして、こちらフェイスカラークリエイターUNO、はい、こちらは化粧の下地になります。つけていきたいと思います。パフを使っていきます。あれ、割れたら取り替えるということなので、半分は使えるかもしれない。こっちが使ってた。はい、まず軽くつけました。続いてはこちら UG のコンシーラーです。若干ね、この黄色だと明るすぎるかなと思ったので混ぜてみたんですけど、はい、こんな感じで気になる箇所塗っていきましたので、めちゃくちゃ塗ったな。はい、では伸ばしていきますね。はい、こんな感じですかね、うん、ちょっとね、ニキビの跡とかが目立つんですけど、治りかけなんですけどね、ちょっと OK です。じゃあ、ファンデーション、はい、こんな感じですかね。続いて、アイライナーやっていきます。この間ね、こっちの目だけちょっと薄いよって言われたので、ちょっと強めに塗っていきたいと思います。最後のこのチョンがやっぱ難しいですね。いや、難しい。広がっちゃうんだよな、これ。これペンがこれ先尖ってないと無理なんですかね。ちょっと諦めます。で、眉毛ね、眉毛の描き方もね、この間のアンジャッシュさんの小島さんがメンズメイクの BTS になろうみたいなメイク企画ちょうどやってたんですけど、あれ見てたら、このね、アイブロウの描き方はなんかめっちゃ多分メイクに詳しい人が一緒についてて、教えてたんですけど、一本一本毛を描くっていう感じで言ってたんで、で、この足りない部分を埋めていくそうですね。で、でもこれちょっと茶色なんでどうなるかわかんないんですけど、実際。まぁ、ちょっと一本ずつ足すっていうイメージでやるんですけどね。なんかもう僕は無理やり眉毛を作ってたんで、妹さんみたいになってしまったんだなと思ったんで、ちょっと一本ずつ足すイメージでやってみようかなと思います。で、あと思ったのもね、道具の数がめちゃくちゃ多かったですね。全然僕少ないなと思って。これ塗った後もさらにまだ塗るなって、なんか眉毛だけでも5つぐらいなんか化粧品というかね、道具使ってたんで、まだまだ BTS になるには先が長いなと思いました。まあでもこれ黒だったらいいかもしれないですね。はっきりした眉毛に見えるんじゃないかな。あ、でもね、やっぱちょっとはっきりして見えますね。で、次がアイブロウマスカラね。アイブロウマスカラも、このね、アイブロウマスカラはこのクリアな色なんですけど、色があるのもあるそうなんでね、ちょっとまあ、本人と眉毛の色に合わせてやっていきたいと思います。OK。それでは、最後、オイルインリップ、つけていきたいと思います。リップの塗り方もね、小島さんがやってたんですけど、今マスクつけるじゃないですか、やっぱこういう時期なのでね。なので、このね、内側にこのように塗るぐらいでいいんだって言ってたんですけど、それでやってみたいと思います。結構ね、僕唇のね、血色がいいので元から赤いんですよね。なんであんまわかんないですけど、でもついてますね。はい、こんな感じですかね。うん、 OK です。6日目
もうすぐまあ1週間ですね、経つんですけど、徐々にやっぱりね、落ち着いたメイクにはなってきましたけど、まあまだまだ道具があるということで、ね、少し勉強してさらにグレードアップさせていきたいなと思いますので、はい、では本日は以上で終わりたいと思いますのでね、またご視聴お待ちしております。よろしくお願いいたします。いつもご視聴ありがとうございます。新生についてる階段ぞ、よいしょ。